おはようございます。で、ここに、OK。みんなちょっとずつ加わってますが、とりあえず一旦始めます。で、初めましての人が多分いると思うんで、先に Zoom の使い方でいきます。レクチャー始まったらスピーカービューにしていただいて、チャット欄のところをクリックしたらチャットができるんで、今回、ちょっと時間がタイトなこともあるので、質問などあれば、メモ書きみたいにもうチャットにだんだん書き込んでください。なんか、ああ、こんなこと聞きたいなとか思ったら、もういきなりチャット欄に書き込んでください。で、チャット欄で溜まった質問に対して、後半、質疑応答みたいな形で答えていくんで、ちょっとツイッターみたいにつぶやいてくれて全然大丈夫です。ああ、これってどういうことなんですかとかっていうのは全部チャットに言ってください。で、今回はその Q&A っていう、セクションを取らないので、そのまま一つの流れの、トークにするので、チャット欄を活用して、もし質問とか疑問があれば、速攻チャットにタイプしてください。OK ですか？で、今回結構、録画メインになってくるので、皆さんの、チャットとかが一番生の意見なので、どんどん入り込んでください。で、やっぱりみんな土曜日の朝はね、参加しないんで、録画でみんな楽しむと思うんですけど、なんかこう質問とかあったらチャットでガンガンやってくださいっていう感じです。今のところ質問ないですか？質問こういうところでもあったらチャットにどんどん打ち込んでくださいね。今日ちょっとすごい、僕としてもすごいラッキーなんですけど、このスモールグループでできるんで、ちょっと深く行きましょう。で、今日は、今までもポートフォリオの話すごいしたと思うんですけど、ポートフォリオにはいくつも種類がありますって話は何回もしてると思うんですけど、まあ、進学用のポートフォリオ、仕事を取るためのポートフォリオとか、フリーランスとしてやってる時のポートフォリオとか、いろんな種類があります。で、今までなんだかんだで見せたこ、お見せすることができなかったポートフォリオの種類として、就職用ポートフォリオですね。で、進学用ポートフォリオって皆さん結構見たと思うんですよ、もうすでに。で、進学用のポートフォリオ、大学院に行くためのポートフォリオとか、まあ、いろいろあるんですけど、それは結構見てきたんですけど、仕事を取るためのポートフォリオっていうものを今まで全然お見せすることができなかったので、今回、オリビアを、ゲストに呼んで、就職用のポートフォリオについて学んでいきたいと思います。で、簡単そうに、まあ、思うんですけど、まあ、進学用があれば就職用はって思うけど、自分の狙う企業、会社に合わせたポートフォリオ作りっていうのもすごい大切で、まあ、どういった、職種になりたいのか、ファッションの中でも。とか、そういうことによって細かく変わってきます。で、彼女のポートフォリオを見てたら、まあ、大体、こう、なんとなく、察しがついてくると思うんですけど、まあ、僕が持ってるポートフォリオとも全然違う。で、他の、まあ、過去に見せたポートフォリオのスタイルとも、結構異なることもないんですけど、癖がちょっと違うんですね。で、そういうところをちょっと見ていただけたらなと思います。で、皆さん、例えばじゃあ、これは海外で使うポートフォリオだとかっていうふうに思ってほしくないんですけど、自分がデザイナーとして一人でやっていくときに、ポートフォリオって絶対、あるもんだと思ってくださいね。自分の作品集なので、ポートフォリオってあくまで。で、それが企業で、仕事をもらうときに使うのか、自分が個人としてやってますよっていうのを発表するために使うのかっていう目的によって、変えていくんですけど、基本的にデザイナーである以上、ポートフォリオっていうのはあるべきものなので、今回見るのは、ただただ就職用という、会社に行かないからなくていいやとか、そういうのとはまた違うので、ポートフォリオっていうあり方っていうのが今回でまたわかるんじゃないかなと思います。で、ちょっと長々話してもしょうがないので、早速もオリビアにポートフォリオを見せてもらいながら話を進めていきましょう。で、先ほども言いましたが、質問などあればチャット欄にバカバカバカってもうどん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 連絡してください。こんなに、待ってくださいね。OK。まあ皆さん、今ちょっと駆けつけてきてるっぽいんですけど、まあチャットでどんどんやってください。じゃあ早速ちょっとオリビアに入ってもらって、で、質問あったらマイクオンにして全然入ってもらっても大丈夫なので、ということで、はい、オリビア。Hello, thank you Hello。everyone for joining.
I'm glad I see some familiar faces. So I guess first off, just to let you guys know what I'll be going through is initially my portfolio from when I graduated. I graduated from Parsons in 2015. Okay. And then after that, for a whole year, I actually couldn't find any jobs. So I was interning quite a bit. And during that time, I will stress like how important it is to document your work when you're an intern, because and make connections with those that actually you feel like you can click well with. And then over time, you'll start building your portfolio. And then that's how eventually you'll get your very first job. It will take a while. For me, it took a while. For some people, it's very quick. For me, as a U.S. citizen, unfortunately, I can't go into the details of for international students how that process is, but I can try and help you via portfolio. Oh, great. Let me translate. オリビアは、まあ、早速始まりましたけど、2015年にパーソンズを卒業します。大学の方のパーソンズを卒業します。で、2015年って僕が東京モード学園卒業したタイミングと一緒なんですけど、2015年に卒業します。で、2015年卒業してからは、まあ、丸1年仕事がなくて、インターンシップをします。で、インターンシップをして、まあ、彼女も言ってるのは、これからまあ、どういうことを喋っていくかって言ったら、パーソンズ2015年卒業してから、まあ、今に至るまでなんですけど、その、インターンしてるときに、自分がやった仕事っていうのを、ドキュメンテーションを取っていくってことが、どんだけ重要なことなのか、っていうこととかも、まあ、わかると思うし、どういうふうに、それが仕事、本当の仕事につながるのかっていうことを、話していきますって言って、まあ、彼女はアメリカの、アメリカ人ですね。そう、アメリカ人なので、国籍があるので、そのインターナショナルな人たちの、なんかその、詳細なことは喋れないんだけど、まあ、どういうふうにして自分がインターンシップから一番最初のファッションデザイナーとしての仕事を、ゲットしたのかとか、そういうことを喋っていきたいと思いますっていう感じです。Great. Yep.And then after that, I'll kind of go into what I've done in corporate, you know, commercial brands, showing you guys tech packs, how my resume has evolved into something that's very clear. So I guess I'll start showing off what I did kind of in college. It's quite old, so I'm going to share my screen. Yeah, you guys. まあ、なんかそのどういうふうに仕事を得たかっていうのを見た後に、なんかどういうふうになんかそのなんかコマーシャル系の仕事ですよね。だから売れるものと、まあ、コンセプチュアルのものは違うので、そういうものとか、日本語で言うと、あれですね、フラットは英語でも言うんで、タックパック、縫製使用書とか、ハンガーイラストとか、そういったものをどういうふうに書いて仕事につなげるのかだったりとか、デザイナーとしての履歴書の書き方、とかっていうものを見せていきますって言って、今から学生時代にやった作品を見せてくれます。Great. Hey. So for me, the easiest way when you have a lot of work over time is to build your own website. You can always find a website from, you know, someone that you really admire.